サンキューチャンネルのサブチャンだよん。はい、前回サブチャンネルで、紹介させてもらいました、百名山お店です、今日もお邪魔してます。どうも、YouTuberです。サインですか？大丈夫。卵ダメなんですか？卵なしだ。この今日もガリガリやもんな。誰？ヒロキ。それはね。出そうでしょうかね。あんまり言わんかった。でも喜んでたんちゃうの？あいつら情報早いもんな。それは準備しなあかんもんな。聞いてます。あいつはでも用意してくれるわ。たまに出ました。どこに誰がいるからあっちから来てください。はい。よし。すごい。焼肉の最近行くよな。焼けます？はいはいはい。で焼いてしまって大丈夫。はい。時間があるんですか。これは杉ギターですね。はい。一番美味しいとこだけ切り出した。お下げしますか。どうやって取る。平沼貞治さんは館長。館長。うん、大丈夫？館長。いいの？館長は球団が決めるのか。そうよ。うん。わからん。どうなっても。でずっと住み込みなんでしょ。じゃないですか。たまちょこちょこ帰る。ちょこちょこ帰って一人なんですか。違います違います。まあもう一人一人なんで。子供大きいから。ああそうです。現地時代もよく焼肉渡りに帰した。若い頃は恋愛行ったね。もう焼肉しかないもんね。まあ夜空いてる時間。終わって寿司屋はなかったですね。寿司屋こんなしんちゃん、ほんとこんな皿のパン一人食っちゃうのか。暑いよって言ったら、おかわりとかね、トイレ食べてた。パン食べたのはプロ野球が入ってる初めて。パン食べたの初めて。パンの存在知ったの。お風呂に入ってから。まあそれはここって。名古屋で食べたもんね。ペランペランの。美味しいイメージがあった。トレーニングまだされてないっていうことでしたけども、体力とかって走らなくても。いやそんなことはないんやろうけど。まあ走ったからってどうなのって言われてね。あんまり走るの好きちゃうもんね。まあ、ちょっと去年ありましたけど、やっぱ合理的な無駄なランニングとか、ただただピッチャーだから走れとか、野球選手だから走れっていうのはちょっと違うんじゃないのかっていう。そうね、自分はあんま知らんかったって言われるけど、昔はでもファームの頃は1年目はまあまあ走らされたんですよ。それは練習として、メニューとして。そう、ランニングメニューだけじゃなく他の強化メニューも特別入れられたから、途中で変えたったんですよ。いや、まあ、まあまあすごいメニューだったんですよ。確か僕らもあんまり走る時間なかった。いや、ボール強化1時間半ですね。1時間半ってブルペンめちゃくちゃなんですね。終わった、アメリカン40本言うからやってられるかいって変えた。
考えとんねんって1年目で変えたもんポールギアビューって端っこのチューって走ってバット取って帰ったんだよ無理だろ40分って目標ないし本数ならね40分ただ走るだけかと思って8月よそれキャンプじゃなくキャンプ8月もう夏やし夏ですコーチと喧嘩して帰ったいや昔はなんかあったなそういうのもないよ今日やられた目的なく40本しどいですね。しどいですね。全部の練習終わった後ですからね。ピッチャーでもね、投げることが仕事やから、野手みたいにそんなに内容がないじゃないですか。練習メニューの数が。投げる子走るから。まあ、トーさんもよう怒っとったしな。うん試合終わってファームでボロ負けしてやってあの後のランニングきつかったやん河合さんと徹さんは本当に一緒タイプやん10点以上取られたら絶対ランニングさせたもんな徹さん目がつり合わんて何であんないのかな勝ち負けでいやほんで終わってから俺まだ肩壊してたんで徹さんで監督これ勘弁してくださいよいいでしょ、こんな話があったって言ったら我慢できへん2軍やから打たれるの当たり前ですかっつって監督って2軍なさうんあまあまあ新幹線10点取られたらうわランニングちゃうのさポールポールやでしかも時間計るであの人っつってで本当自分でタイム取る、うん、俺らも試合出てないでしょ3時間ぐらいボートやってるわけですよ、うん、で行くからピッチャーランニングやー言うからビューって走ってみんなタイム競うんですよ1分何歩で帰ってこい俺らが2分ぐらいかかるんですよはいダメーとか怪我の元やな、まあ、その場は僕らもう一応やるからでもあとヘッドさんもう勘弁してくださいよ無理ですよ3時間何もしてないのに走るっていうのそそっと言ってる昔はなんか連帯責任って多かったなあで罰ゲーム的なまあまあまあねみんなでやるから本当試合に関係ないピッチャーもねみんな参加してやるなって試合見ててもしゃあないでしょ2軍の試合を帰らせてくれそう今はね多少そういうことがね省かれてきたから昔はもう移動だってみんな一緒ですからね決められた時間で全員にバス移動だったりとかバスの新幹線です寝坊しましたね、うん、1回だけでねで今はもう何時に、ね、移動練習なかったらもう何時に着けでしょう、まあ、服装もずっとネクタイですねああ移動もう夏なんて最悪ですわ練習して移動の時なんてワイシャツ着たらもうベチュベチュですもんシャワー浴びてでも練習してシャワー浴びて東京大阪移動してもう移動練習ばっかりやから移動休みじゃなかったので休みですよね休みでもシーズン中はもうずっと練習か試合かまあ若手のある程度も忘れてベテランの人はね移動終わった、まあ、星野さんのほとんど、まあ、ガツッと練習はしないですよ一汗流すぐらいですけど、休み中はなかったです俺入った時休みなかった月曜の練習きついですねいや、北海道から移動してから帰ってきても練習やし、うんうん、どっかで見つけてくるんですよ、練習は公園でやりますからね、ひどい時ああ、広島の公園でやったやから、うん、何すんのここでやっちゃって広島市民球場の近くいや、違うです、なんか空き地みたいな普通の公園普通のこれやっちゃダメだろう、ね、だから球場下でまあ使用料だと細かいでまあがっつりとした練習なければまあ本当その辺のホテルの周り散歩せるとかそういうなんかそういうね体操っていうのがまあその辺の公園ですよね見つけてくるんですよトレーニングコーチがね野手はちょっと若いのバット持ってバットスイングするキャッチボールするキャッチボールするラグビー観戦ってのがあったありましたねね、なんで中入ってなかったの入ってない。あ、水尾でしょそう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 。明治と大東文化で、うんうん。
か。あれ監督が好きだったからかな。でもあれ結構批判食らったんですよね。なんか本当に新聞でプロ野球選手のアマチュアの試合見てると行った行った、僕は行きました。今ならなんてことないことや、別に見たってね。うんうんうん、田中さんのカーブっていうのはもう自分がこう狙ってっていうかコントロールがもうある程度効く感じなんですか。うん、まあ良かった時はもう大丈夫ですね、大体。緩い球の方がコントロールつけにくいと言いますか。絶対つかないでしょ。いやでもコース投げるボールじゃないから別にコースに、そうそうそう、そんないから。難しいと思うね。ブワッと投げたらあかんからね。ビンって投げてボーンと来ないから。腕の振りがストレートと同じで、ふわっと投げてたらな。でも俺も先週 NHK の収録で、うん、投げる方教えろ、あのアナウンサー今やってやけど、そこなんかあのどこや、森山かなんかのなんか施設練習場行ったら、東と、横浜の、あと上田、ドラゴン、もう一人、松永と、3人でなんかトレーニングして。なんで知らん、なんでこんなとこでやってんのって。しかもその東と3人、で、東に言われた。長さん、昔四日市で野球教室やりましたよ、子供に消えてましたよね。まあな、言うこと聞かないやつは消えるよ。あそこいました。あ、子供で。言うこと聞かないと発達だよ。まあ今それじゃあかんけどな。あの当時はそれでよかったよ。今中さんのあのカーブって教えられないもんですか。教えられないですよ。あれは。あれは無理でしょ。無理ですか。無理だと思うね。同級生があのドラゴンズに入ってキャッチャーだったんですけど、やっぱり最初取れなかった。誰？三輪君です。ハチ。ハチ何でも取れない。もともと取れない。取れない。まっすぐも取れない。今でもゼラゾーンにしとるけど。もう本当上からボールが降ってくるっていうような、もうミットをどう出していいのかがわからない。僕もね、こうやって牛島さんって言ったじゃないですか、フォークボールがすごいすごいって。カーブは取れなかった。あ、それフォークボールは取れたけどカーブは取れなかった。逆のような感じはしますけど、やっぱカーブって慣れてないじゃないですか。あ、高校生であんな投げるのいないから。カーブはでもみんなこんな投げるのが、まあカーブで意外とあんまりみんな投げなかった。目が慣れてなかった。だってアマチュアの時にあんな軌道のボールが 見たことない。無理ですよ。そこがアマチュアとプロのピッチャーの違いか。もう慣れですよね、やっぱり。まあ、ずっと受けてたらね、取れますけど、まあ、だからちゃんと取れないですよね。あ、ミットに入るっていう。入るって。私は牛タン切り落としてございます。これ上手くない。まあまあ腹あってきた。もうストップする。俺はいいかも。ご飯まだ2時半や。昼飯や。はい、じゃあ我々はまだまだゆっくり焼肉を、食べていきますので、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。各種 SNS のご登録もよろしくお願いいたします。